はい、えー、ついてカードワイプです。えこれはですね、カード上にこういう風にグラデーションをかけながらワイプをすることができる機能です。まあ、詳しくはですね、カードダンスの項目を参照していただければと思います。 ま、例えば、ここの、え、変換の幅ですね。こういったものとかも、ま、自由に切り替えることが可能となっています。で、ここなんですけども、え、例えば、え、ここでグラデーションレイヤーというのがありますね。で、グラデーションレイヤー、え、例えば、どういうのがいいかなということで、こんなの用意していましたっていうので、まあ、さっきやった上の黒、下の白ですね。こんなような形で明るさが出ましたよ。で、そこを、え、グラデーションレイヤーとして割り当てまして、反転の はい、ここのですね、グラデーションに選択します。そうするとどうなるかというとですね、このグラデーション参考にカードワイプをしていってくれますよという形です。まあ、つまりグラデーションの輝度ですね、明るさを基準にこういう風にやっててくれますという形になります。結構これ、あの、ユニークなエフェクトなんで、まあ、うまくグラデーションを使ってあげるとですね、なかなかあの、普通のトランジションと違ったような、えー、独特な個性が出ますので、ぜひ活用していただければと思います。